皆さんこんにちは、ホセンダです。本日はですね、日本語教師という仕事をしているといろんなね、悩みとかあるあるというか、そういったものがあると思いますので、それをですねご紹介していこうかなというふうに思います。まず日本語教師、これに関してはね、絶対という言葉はねあまり使ってはいけませんけども、これほぼ 100% 日本語教師になった人って経験があるんじゃないかというあるあるなんですけども、まず1個目ですね。やっぱり日本語教師ですというふうに、日本語教育外の、日本語教育に関係ない人に、そういった自己紹介をすると、必ずと言っていいほど言われた経験があるのが、じゃあ、英語を話せるんだねとか、英語をペラペラなんだねっていうことを言われた経験ある方、どうなんでしょうか？これはね、私の調べによると、ほぼ皆さん経験があるぞというふうに言われる方が多いんですけども、皆さんはどうでしょうか？確かにその英語が話せるとか、英語を媒介語として使って日本語教育を行っていくっていうことも効率がいいので、英語を勉強して英語を習得した日本語の先生っていうのももちろんいらっしゃるんですけども、日本語教師イコール英語が話せる人ってなるのはおかしいですよね。なぜかっていうと、例えば別の話で言うと、私数学の教師ですと言ったら、あ、じゃあ国語は得意なんですねって言われてるのと同じような話なので、やっぱ日本語教師ですよって言った時に、あ、じゃあ英語ってなるではなくて、日本語教師ですよって言ったら普通、あ、じゃあ日本語に詳しいんですねってなるのが普通だと思うんですけども、そういうふうにはなってないと。ぜひですね、やっぱりこれもそれを言った方がね、もちろん悪いんではなくて、なかなか日本語教師という仕事の詳細とかそういったものがまだ世に広まってないんだなというところの証拠の一つでもありますよね。なのでぜひですね、いろんな方にその日本語教師っていう仕事を知ってもらって、それでね、日本教師になりたいと思う人がね、増えてくれればいいなと思うところではあります。で、またそこにもう一つ関連があるところとしまして、日本教師ですとかね、紹介をした時に、最近ではね、なくなってきてるのかなと思うんですけども、結構ね、その日本教育じゃない方が、なんか私でもね、できそうだなとかっていうふうに、言われたことがあるっていうね、私のね、コースにいらっしゃるこの日本教師の方もいらっしゃって、それに関してはね、ちょっとね、ちょっと失礼なんじゃないかなっていうね、気持ちにもなるところだと。つまりその日本教師ですって言って日本教育関係ない方が、日本語話せるんだったらね、日本教師誰でもなれるんじゃないかなみたいな風に思ったっていうところがあって、そういう発言をされたと。確かにそれはね、日本語話せるからといって、その日本語教師としてね、もちろんね、日本語話せることは、ね、日本教師になる上でもちろんアドバンテージで必要なことだと思うんですけども、だからといってそれが教師としてどうなのかっていうところはまた別の話になってくるというところですね。やっぱり私たちの日本教師っていうのは、専門性を持ってその日本教育っていうものをきちんと勉強して、その上で日本語を話せて、それでその日本語教育をやってるということになっていますので、きっちりですね、やはりその日本教師というのも、その教えるってどういうふうにやるのかっていうことを、学ぶ専門性の高い職業であるというのが、もっとね、皆さんにこう広まっていって、それでね、もちろん日本教師、またね、先ほど言った通りやりたいというふうに思ってくれる方がですね、どんどん増えていけばいいなというところであります。またですね、これは今のはね、その他の人にこう日本語教師という仕事を紹介したりとか、周りの方からね、日本語教師ってどういうふうに見られてるんだろうなというところ、悩みというかね、あるあるだったんですけども、私がですね、よく、授業準備とか、日本語教師養成の方の授業準備も、の方が多いんですけども、で、あとね、学習者向けの準備っていうのもありますけども、どっちにも共通してやる内容が、例文作り、皆さんもね、日本語教師になった方とか、日本語教師を目指している方々は、とにかく必ず全員が通る道って考えたら、その日本語の例文作り、用例作りっていうのをね、やると思うんですよね。授業で使う文であるとかね、練習に使う文だったりとか。たときに、皆さんもあるあるかなと思うんですけども、日本語の文を作り続けたりとか、やり続けてくると、いわゆるね、私たちはその、不自然な文なのか、自然な文なのかっていうところで、文を判定していくってことをやってって、考えていくんですけども、あれと、途中で文考えすぎて、あれこれ、不自然なのか自然なのかちょっとわかんなくなってくると。つまりこうなんかゲシュタルトが崩壊したような感覚になってしまって、判別ができないとかね。あとこれって言うのかな言わないのかなみたいなところで迷ってしまうということが起きると思うんですよね。私もなんかね、ずっとね、パソコンに向かってこうやってなんか用例作りとか文を作ったりしてると、あれこれって実際言うかなとか、こんな文章言わないな、こんな助詞の使い方したら不自然かなみたいなところ
ところで迷うことが多いんですよね。なのでやっぱりこれはね、皆さん授業準備とか、日本教師の方、授業中もそうだと思うんですけども、あれこれ不自然かな、いけるかなというところで、悩んでしまう、迷ってしまうというのはあるあるなんじゃないかなというふうに思います。そこでね、やっぱり助けとなるのが、周りの、日本語話者ですね、日本語を話す人々、もちろん日本語母語の人、第一言語の人、あとね、日本語をね、学んでる人もそうなんですけども、そういう日本語を使う人々にこの分ね、自然かどうかとか、この助詞を使っても大丈夫かとかね、そういうのを聞いて、それでね、ちゃんと大丈夫だぞっていうのがある程度人数として集まれば、この分は大丈夫なんだと。逆に、いや、それちょっと不自然かなっていう票がね、集まれば、これやっぱり不自然な分だなっていうことで、客観的に判定ができるので、そういうのは非常に助かりますよね。で、私は日本語教師養成向けのコースがほとんどなんですけども、100人単位で、いろんな方がいらっしゃるので、いつもね、授業中とかにも、この分どう思いますかとか、自然とかですか、不自然ですかとか、授業中に出てきた分とかも、これは皆さんどう思いますかっていうふうに、私が悩んだものでも聞けるので、それは私にとってね、すごく、助けになっているんですよね。なので、結構ね、ここに関しては日本語教師、授業準備とか特に孤独な方、特に養成講座通ってたりとかしても、授業準備とかってなると自分だけになってしまったりとか、もちろんね、仲間に聞いたりっていう環境がね、あればいいんですけども、結構実際教師になってからね、孤独にね、いや、これどうなんだろうな、なかなかね、相談できる、気軽に相談できる相手もいないな、例えば学校の先輩とか他の先生に聞けたらいいんですけどもね。ただそういうコミュニティがね、に入っていれば、よりね、こうなんか悩みをね、共有し合ったりとか、相談事とか質問し合ったりとかっていうのはしやすいのかなと思うので、そういったところがね、皆さんにとって必要なんじゃないかというふうに思います。そんな形で、あるあるだったりとか悩みっていうのは様々あります。それで皆さんにこう一つお伝えしたいのが、ぜひね、そういうところで悩んでる方は、何かコミュニティに入っていくのが、日本教師のね、メンバーが集まってるコミュニティに入っているのがいいのかなというふうに思います。いろんなところでいろんな先生がコミュニティを作られていて、いろんなタイプのコミュニティがあるので、ぜひ自分に合ったものを見つけるというのがいいと思うんですよね。で、私もですね、日本語教師の試験に向けて勉強するグループとかね、日本語教師の実践を、授業実践をどうやって行っていくのかっていう実践コースも開催しています。それがまさにコミュニティになっているので、ぜひですね、私の作ってるコミュニティグループにね、合いそうだなっていう方はですね、私のコースもありますので、ぜひ検討の一つに入れてみてください。実際私の方でやってる実践研修コース、日本語教師の方々と一緒に、できる日本語という教科書を主にしながら、その教え方とか授業内容とかっていうのを研究する会を開いているんですけども、例えばその中でも、授業準備という内容に関しましては、結構ね、世の中に情報とかも出て、そういうのを調べるっていう部分にあたるんですけども、実際授業準備というよりかは、授業実際に入った時、授業中にですね、出る悩みとしては、やっぱり学生のね、集中力をどうやって保ってもらうかとか、そういったところの悩みっていうのが結構出てくるんですよね。つまり頑張ってね、一生懸命授業してるんだけども、なかなかね、学生側さんが集中力保てなくて、途中でね、ちょっとだれてしまうというか、いうことが起きるんだけど、どうしたらいいかみたいな悩みもあります。いろんな解決方法があるんですけども、私は一つね、話せることとしましては、緊張感があるというのは、やっぱりその考えると、どうすればいいかなとかっていうふうに学生が考えなくちゃいけないので、例えば練習とかも単調なこと、同じことをずっと繰り返すとかねっていうのが練習になりがちなんですけども、そこで少しずつ変化、いわゆる同じ練習でもいいんですけども、なんか当て方がね、学生の当て方がなんかランダムになってるとか、その私もね、よくね、学生に当てる時とかに、学生に読まれないように、よく皆さんも学生の時とか、高校生とか中学生の時とか、塾に通ってる時とか、先生当てるなと思ったら、今ね、前から数えて5番目だから、この5問目が当たるのかなとか予想して、じゃあこの5問目だけしっかりやっとこうみたいな風になると思うんですよね。でもそうすると安心しちゃうんですよね。そう、でもそこで例えば当て方がなんか奇数で当ててくるとかの当て方だったりとか、その当て方の順番が読めなかったら、あれ、私どの問題に当たるのかなとか、ちょっと一生懸命考えなくちゃダメだみたいな感じで、ちょっと緊張感が生まれたりするんですね。もちろんそれがね、ストレスになってはいけないんですけども、あとで当て方だけではないんですけども、そういったところで少し工夫して、いわゆる学生がちょっと読めないような変則的なことをね、やったりとか、あと少しずつ練習内容っていうのを変化させていくっていうようなことを、考えていくと、学生もね、集中力保てたりして、授業がね、どん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 
成果が上がってくるっていうような授業になってくるかなというふうに思いますので、そういったところも、まあ、実践研修のコースとかでは皆さんと一緒に、まあ、話して研究しています。概要欄の方にそちらのお申し込み関連のですね、詳細等は、ございますの URL ございますので、そちらの方からぜひ確認してみてください。というわけで本日はですね、まあ、日本語教師あるある言われる内容とか、先ほどね、日本教育外の人と話した時にっていうあるあるも話しましたけども、やっぱり実際の授業仕事とかに関しても授業準備とか特にそうですかね、悩むこと、これどうなんだろうって思うことね、たくさん出てくる、まあそういうのが専門性の高い仕事であるからこそ、まあ、皆さん共通して悩まれているところなんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひそういった悩みはですね、一人で抱えずに、まあ、皆さんで共有し合って、まあ、それがね、どんどん財産になっていって日本教師としてのレベルもアップしていけると思いますので、ぜひ何かねコミュニティとか、まあ、グループに入って、そういった悩みをね一人で抱え込まないように皆さんの日本語教師ライフをですね充実させていっていただけたらいいかなというふうに思います。というわけで本日は、日本教師あるある悩みとかですね、皆さんと一緒に考えていきました。ぜひですねコメントの方に皆さんのこういった悩みとかね、あるあるとかもしあれば、ぜひ教えてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画いいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。